あとで借りとか貸しとかなしだよ。わーってるわーってる、そんな細かいことは言わねえよ。俺もちょっと興味あるし。うん、じゃ。待て。ん？何をしとる。腕組んだんだけど。なぜそんな必要が。バカップルの真似。スパイ映画の見過ぎだ。ここは敵国大使館の仮装パーティー会場じゃない。いいじゃん、細かいこと気にすんな。女の子と腕組んでドキドキする。女の子と組んだらドキドキしただろうな。へい、おい、やめんか。はためから見てりゃイチャついてるみたいに見えるだろう。それが狙いじゃん。やれやれ、スパイごっこのお供かよ。ラーメン屋じゃねえんだから、店主とかご主人とかなんとか呼べよ。お探し物ですか、お客様。祭祀用の宝剣ありますか。剣ですか。実は剣は最近とても品薄なんです。出物がない、あってもとても高価でして、なかなか。やっぱりありませんか。申し訳ございません。いえいえ。最近はよくいらっしゃいますね、宝剣をお求めになる方。先日もまとめてお買い求めいただきましたよ。流行でしょうか。店主、それ納品済み。いえ、まだ。それはダメです、いけません。小道徳に反します。見るだけなら。お見せしたらごねられそうです。できません。しっ、お堅いんだから。申し訳ありませんね。サツキ。ん？剣ってお前そんなもん欲しいのか。え、うん、まあほら、私剣道やってたでしょ。一振りぐらい本物が欲しいのよね。なるほど、まさに切れ物に刃物だな。そうよ、美貌の切れに頭脳の切れ。ブチ切れ、逆切れ、斜め切れ。何を。ほら切れた。しかしお前、意外に渋い趣味してんだな。えへん。いや、威張ることじゃないけどさ。しかし剣か、いいものになると高いぞ。数百万はくだらない。わかってるよ、だから見て楽しんでんじゃん。なるほどな。剣、集めてる人がいるって言ってたね。このお店の全部買い占めたんだ。そうだな、店主も見せるぐらいは見せてくれてもいいのにな。
そうだね。このお店なら普段なら何本も置いてるんだろうね。当然だな。そっか。さつき。何？そんなに剣が好きなら今度博物館にでも行ってみるか。あ、日本文化博物館？それいいね。な、何がおかしいんだよ。あんたから博物館でも行ってみるかなんて高尚な言葉が聞けるなんて。言ってろ。俺はいつでも交渉だって。デートに誘ってもらったのなんて初めて。はあ？言ってみるか。だってさりげなく二人きり。脳が湧いてるな。春だからか。キシッ、照れちゃって。もうおお、そうとも、そういうことだ。じゃあ早速、腕組もうぜ、マイハニー。うん。負けました。ごめんなさい。さ、次はどこ行く？ダーリン。ごめんなさい、申しません。ごめんなさい、申しません。この私が腕組んでやってんだから、少しは感謝しろ。なんで怒るんだ。ここ怒るところか。いいからさっさと歩け。どこへ。知らない。それを考えるのがあんたの役目でしょ。いつの間にそんな役割を。じゃあいつものバーガークイーン怒れ。なぜ。知らない。それより早く話せってば。やだ、組んでやってんのに話せ言われるとものすごく悔しい。乙女心がゴリゴリ傷ついた。そういう問題じゃないだろ。少しは照れてよ。わかった、照れる照れる。ほっぺなんかポッパッペップ。全然照れてない。もういいからキリキリ歩け。なんて身勝手なやつだ。お前なんか妖刀村正がぴったりだぜ。ひどいよ。私はやっぱり正義の味方だもん。あんなよ、また草薙ブレードか。そうだよ、チェスト。いいかサツキ、古代直刀は斬るというよりも打撃力にものを言わせる西洋風の戦闘形式に向いてるんだ。世界最強の近接戦闘兵器日本刀が進化を発揮するのは平安末期から室町期にかけてのいわゆる刀だよ。またいきなり漢字いっぱい使い出した。オフェンスディフェンスこれ一本、使い手の技量によっては無限の戦闘力を。あ、そうだ、バーガークイーンで新作出てるよ今。行こう、早く行こう。食いしん坊万歳。てなことがあってな。シュッ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 シュー。いい目に遭ってんじゃん、総一。どこがいい目だよ。こりゃサプちゃん、お前にラブだね。ないない、それはない。それだけはない。一切ない。 100% ない。パーフェクトにない。やつめ、いざ意中の男をゲットする時の物理的絡め取り方を練習しとるだけだ、アリ地獄女が。どうだか、サツキちゃんのお前を見る目、ありゃありゃ。ハブを狙うマングースの目。まあそんなとこだな。
んなことより古美術買い占め話の方。あー了解で了解。ちょっと話題になってたもんな。確かに何かのネタが転がってるかもしれねえ。調べてみな。頼む。へへ、任せな。せいぜいさつきちゃんのいい夢見てなって。グッナイ。目は閉じろ。餃子食うなバカ。お前だってカレー食ったろ。ちゃんとラキョ食べたもん。それも香りが強烈だ。見りゃわかるだろう。オレンジ色のパックでメロン味だとややこしくてしょうがない。だね。これ美味しいよね。果汁ジュースは 100% に限る。人のもの取っといて何が 100% に限るだよ。お前泥棒か。なん。言わないで。お前の方こそ訳のわからんところで吹くな。だってそれはまた喧嘩してるの。あ、ちょっと聞いてよゆかり。さつきが危なくてしょうがねえんだよ。危ない。何言ってんのよ。暇さえあればオレンジ飲んでるあんたにんなこと言われたくないわよ。お前おいしいよねってさっき言った。そういちくんオレンジ好きだもんね。まあな。知ってるかさつき、オレンジジュースってのは実はスーパーサバイバル飲料なのだ。お？サバイバル？人間が1日に必要なエネルギーと栄養素のほとんどがバーガー6個とオレンジジュース2杯で取れるんだ。どこがサバイバルなのよ。いいか、ということは1日にバーガー60円 ×6 個の360円、オレンジジュース120円 ×2 杯の240円、締めて600円で生きていけるということだ。ひと月わずか18,000円。へーへー。うん、これこそ懇意のコンビニ店員から弁当の期限切れを横流しなどの裏技を除けばおそらく最安値サバイバル術。
すごいね、宗一くん。術とか叫ぶほどすごくないよ、ゆかり。サバイバルとか言い出すから、どんなご大層なご講義が聞けるかと思いきや、いつもの貧乏自慢じゃん。何を？貧乏なら負けないよ。調理されたもの買ってちゃダメよ。素材から、そう、まずは素材から。カイワレとネギは自家栽培。自家栽培？栽培。最強のヒーローはキャベツよ、キャベツ。キャベツさえあれば、人は生きていけるわ。キャベツさえあれば生きていける。いい？要するにキャベツ食べてビタミン取って炭水化物、そう、つまり米でカロリー取れれば人間は生きていけるわけ。そんな極論な。お米はね、高いものは高いけど安いものはびっくりするほど安いの。いざとなれば実家に送ってもらう裏技もか。それは反則だろ。キャベツも安売りの八百屋さんに頼めば、売れ残りのちょっとしなっとしたのが鬼のように手に入るわよ。それも反則。勝つためには手段は選ばん。どっちかってと負けてる。正義レッドなのに。うるさいな。そんなね、1ヶ月に食費に2万近く使うなんて十分に贅沢だっつってんの。つってんのって、お前普段のあの弁当、あんなもの月2万じゃ無理だろ。うん。うんってあれ、どのぐらいかかってんだ。ね、だいたい、あ、まあそれは秘密にしとこう。気を使わせちゃ悪いからね。まあ大した額じゃないよ。それはいいけどさ、あんたバーガークイーンで頼むときさ、たまには違うものを頼みなさいよ。いつもハンバーガーとオレンジジュース S じゃん。180円で長時間居座ってさ。お前だって大して変わんないだろ。いいんだよ、ああいうお店はそういうお店なんだから。あたしたちポテトとかサラダとか頼むもん。わーったわーった。じゃあ次行くときは違うオーダーするぜ。宗一くん、何を頼みますか？ハンバーガー一つと水を所望いたす。はあ。何度も呼ばんでもここにいるって。遭難してんじゃないんだから。あ、こんなところに。わざとやってるだろ。ねえ、今日暇？ま、暇といえば暇だぜ。はあ。なんだよ、そのため息は。何が？
暇といえば暇だぜ。だよ、カッコつけてからに。年がら年中暇でしょ。あ、お前は俺の本当の姿を知らんからそういうのんきなことが言えるんだ。へえ、本当の姿って何？すごい人。それじゃわかんないよ。もっと具体的に。ものすごい人。具体的に釣ってるだろ。しょうがねえな。バラすとするか。俺の正体を。おお。一応興味津々なふり。俺こそ。総一こそ。世界一位だ。うん。どうだ、驚いただろう。驚いた。でね、世界一、ちょっと帰りに付き合ってほしいんだけど。ツッコミは？ちょっと特殊なものでさ、きっと世界一位なら私よりかは詳しいかなと思って。特殊なもの？男物のパンツか？なわけないでしょ。それなら今脱いでやってもいいが。はあ。なんと使用済みだ。今なら生写真もお付けして。世界一位は年中春爛漫で羨ましいわ。まあサバイバル用品みたいなもんよ。サバイバル？お前どこの公園に住み着くつもりだ。できれば激戦区だが、トイレ近くを抑えたいな。水が自由に使える。それはいいのよ、世界一位。行ってくれる？くれない？ま、いいぜ。アウトドア用品店か？うん。それと西急ハンズと電子部品のお店かな。電子部品？なんだお前、ロボットにでもなるつもりか？なんでもいいじゃん、内容なんて。女の子と買い物なんてそうそうできることじゃないでしょ。まあそれは否定せんな。言ってて寂しいな。ってことで行こう。了解了解。ご機嫌だな。うん、ほんと助かるよ。ありがとう、ソイチ。礼を言われるようなこっちゃねえよ。ザイルはあまり太くても重いしかさばるぜ。お前の体重で激しい荷重変動がないのならその辺ので十分だと思うけど。あ、そうなんだ。うんうん、やっぱ頼りになるね。世界一位は。お礼におごるよ。いいって、そんなの。いいんだってば。な、何をする。いいじゃんいいじゃん、お礼の一環。バカ野郎、こんなの嬉しくもなんともねえって。照れるな照れるな。じゃあ行くぞ。美味しいお店知ってるの。おい、ちょっと。ほらほら、ここ美味しいんだよ。
いらっしゃい。あ、マスター。一番おいしいコーヒー2つ。親父みたいな注文の仕方するなよ。いいんだって、ここのマスター男気があるから、こういう注文が一番。そうかな。ほんと助かったよ、ソイチ。だから礼を言われるようなこっちゃねえって。いつもの弁当の礼だ、気にすんな。ところで何に使うんだこんなもん。それは秘密。あ、来た来た、いただきます。お、じゃあお言葉に甘えて。どうぞどうぞ。おいしい。そうだな、当ててみる。総一、これ何に使うか。泥棒。きちゃねえな。何すんだもう。おいおい、大丈夫。違う。で、とりあえず顔拭けって。全然違う。 100% 違うんだから。分かったから口元。コーヒー汚い、ほらおしぼり。ありがとう。そういち、変な目で私のこと見るんだもん。そりゃコーヒーぶっかけられりゃ変な目でも見るわ。だから謝ってんじゃん。だからもういいっつってるだろ。ほら座れ。マスター、もう一つ同じもの。ひどいんだもん。ひどいのは俺か。人を泥棒呼ばわりするなんて、いくらなんでもよくないよ。親しき仲にも礼儀ありって言うじゃん。まあ、すまん。よし、私の言うことを聞いたら許さないわけでもない。なんだよいきなり。その中殺す、激しく中ぶっ殺す。冗談だ。なんだよ一体。
今日の本題はそれだな。ドキ。あ、うん。回りくどいな。お前らしくもない。ババッと言っちまえよ。俺ができることならやるし、できんことならやらん。そんだけのことだろ。そうだね。じゃあ言うよ。そいつさ。なんだよ。お願いがあるんだけど。だから。あのさ。あたしこっちじゃ一人だからさ、こんなこと頼める人他にいなくてさ。一人だから引き受けてくれるかな。だから何を。身元引き受け人は。違うんだよ。もしもの時に。もしもってなんだよ。もしもってもしもだよ。上から読んでももしも、下から読んでももしも。もももも、しもも、もものうち。真面目に聞いてよ。かき混ぜたのはそっちだろ。あのね、ちょっとね、私。警察の夜間になるかもしれないのよ。はあ？それでね、そうなった時に何とかしてほしいわけ。お前一体何するつもりだ？人は殺すなよ、人は。違うよ。ああ、わかった。地上のもつれだ。お前とゆかりで俺をめぐって差し合いになるんだ。今ここで刺していい？勘弁。そんな怖いことじゃないよ。内容は言えないんだけど、そのちょっとトラブルかもしれないから、その時に。あのな。泥棒じゃないよ。わかってるって。私そうなっちゃったら、その一人だし、実家遠いし、こんな変なこと頼めるの変な総一しかいないし。だからってお前。分かった。俺にできることなら何でもするよ。本当？要はお前が警察のご厄介になった時に、すいません、きつく叱っておきますからってお尻ペンペンに行きゃいいんだろ。多分大丈夫なんだけど、もしもそんなことになったらいいよ。やれやれ、よくわかんないけど、わかったよ。やった！総一のそのいい加減なところ、私大好き！いや、世界一！ちっとも褒められてる気がしねえ。じゃあもう一杯おごるね。マスター、もう一杯！あ、おい、ちょっともういいって。照れるな。照れてなんかないって。3杯もコーヒー飲んだら眠れないだろ。サンキュー、総一。まあ何もしてねえけどな。こっちこそ悪かったよ。高いコーヒーたくさんおごらせて。いいっていいって。
ああ、サツキ。うん、ほどほどにな。うん。じゃあな。うん。はいはい、俺も。おいで。おいでって言われてもな。俺っちもうんなこと言われたって困るぜ。いや、言っとこうかなと思ってさ。まあ、サツキちゃんの首に鈴つけるわけにはいかねえし、ま、総一のご命令とあらば24時間監視やってもいいけど。いいよ、クラスメートの女の子一日中見張るなんて変質者もいいとこじゃないか。ちげえね。んなことより、タンカどうよ。すまねえな、進展なくてよ。情報の出所は絞られつつあるんだが、ガード固くてさ。ふん。現状伝えようか。いや、先入観なしにしとこう。エディがこれはと思うまではいいよ。麗しのリサ姉様は定期連絡だけかな。あっちの方が動きづらそうだけど。本当かどうか別にして、紐ついてるからね。ま、頑張って。了解と。あ、待て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 。なんだい。美術品収集の件で一本。最近美術展の間で奇妙な噂あってさ。奇妙。何も取らない泥棒ってのが暴れ回ってるらしい。それ泥棒じゃないじゃないか。